このバカでかいチャクラは来るぞ。派手な登場だね、まったく。小僧、憤怒の恐怖を教えてやる。お、なんかすごい怒ってるんだけど。こいつらは雲隠れの常人、真ん中のでかいのは雷影だ。簡単には通してもらえない。そういえばカリンは、さっきの衝撃を利用してうまく隠れたようだ。逃げ足だけは早いよね。まあいいけど、そうしてもらった方が思いっきり暴れられるし。我が弟 B の仇、この雷影自らが取ってくれる。戦闘開始。完膚なき敗北を味わうがいい。俺の邪魔をする。どうする。ここか。おびえ。こいつ情報通り雷の性質に間違いないみたいですね。雷ならばわしの方が上だ。うろちょろちょろ、さっさと消えろ。傷を負ったのなら俺が回復します。今は徹底的に攻めるのみ。そうか。サスケのやつ、なんか雰囲気がおかしくない。できるだけ俺たちでフォローするんだ。ユキがサスケジャイアンだらねえよ。うちのボスには勝てねえだろ。そろそろ終わらせる。誰かが決して倒れん。僕がやろうか。どうかせ。十分に気をつけよう。あとよ、あとよろしく。あとよろしく。このまま一気に決めるんだ。雷影様を相手にここまで。内派のやつ思いのほかやる。だがその程度じゃうちのボスはやれねえよ。ねえ、あの余裕ってあれだけあって実は効いてないってオチ。さすがは雷影といったところか。ふん、遊びはここまでだ。そろそろケリをつけてくれる。これは。
砂漠のガーラか。なぜ邪魔をする風影、返答次第では許さんぞ。ウチハサスケには俺個人として話がある。サスケ、お前の目は昔のままだな。復讐を生きる糧としても何も解決はしないことを俺は体験してきた。お前ならまだ間に合う。憎しみに取りつかれ、一人の世界に逃げ込むな。帰って来られなくなるぞ。で、俺が帰ったとして、そっちには何がある？ガラ、やめとけ。説得できるならナルトは失敗してねえじゃんよ。そもそも五影階段を襲撃した時点で国際手配される。どの道、こいつに未来はない。サスケ、お前は俺と似ている。この世の闇を歩いてきた者だからこそ、小さな光明ですら目に届くはずだ。俺はとっくに目を閉じた。俺の目的は闇の中にしかない。地上を挟むな。お前は風影だぞ。ああ、分かっている。戦闘開始。お前に俺は止められない。行き合う。戦闘投げた。無駄だ。もう僕がやろうか。お疲れ様だ。絶対防御も衰えたようだな。砂漠のガーラ、これは無事を助けに来たか。僕がやろうか。サノオ、いけやすい。私に任せろ。恐れ、強さをお前は消えろ。うちはここまで落ちる。恐れ、次は僕がやろうか。いけなんだな。俺たちの力をここで見せる。別の名はエヴァはまだかよ。僕がやろうか。僕が混ぜて。別の名は雷鳴とともに死ね。俺たちの力、私に任せろ。
お前の憎しみは俺に遠く及ばない。俺の怒りは、俺の絶望は、お前以上だ。雷影をなめるな。俺の闇を見せてやろう。断蔵の居場所は突き止めたのか。え？断蔵の居場所は分かったのかと聞いている。そりゃ突き止めたけど。案内しろ。水月と十五はどうするんだ。あいつらのチャクラはまだ。放っておけ。それよりも断蔵だ。サスケ、グズグズするな。早く案内しろ。あっちだ。おい、一人じゃ無茶だ。いい気になるな。断蔵は必ず俺が。この分かれ道、どっちも断蔵のとこには行けるけど。待って、サスケ。こっちの道は危険だ。でかいチャクラをいくつも感じる。妙に静かだ。強いチャクラも感じない。こっちの道を行くか。いい気になるな。邪魔するやつは潰す。冷たい。これがサスケのチャクラなのか。いたぞ。Ah!
蔵は俺が潰す。必ずな。ラスケを逃がすな。こっちはいいぜ。そろそろじゃぜ。来たの。
やりおる。サスケ、弾道が逃げたぞ。よく見るとやっぱりいい男ね、ウチハ一族って。いい男なのにもったいないわ。邪魔をするな。せめてとろけるようなキスをしてあげる。戦闘開始。さあ、行きますよ。水影だろうが関係ない。俺を邪魔するのは、セックス。五影を襲った時点で、あなたに未来はありません。雷鳴と残念ですが、ここで聞いてもらえます。なるほど。ただのいい男じゃないよね。大丈夫なのか？すさろう。やられる。我らの水影様をお守りするのだ。いいな、もちろん。動きが速い。想像以上のやり手。これが落ちやさすけ。何というまがまがしい着眼の持ち主だ。すさろう。勝負あり。わしら五影を相手にここまで粘るとはな。なかなかの小僧じゃったが、ここで終わりじゃぜ。お前に恨みはないが、忍びの皆が死を望んだ。じゃあの。そりゃそうじゃ。体ごと分子に近いレベルでバラバラにしたんじゃぜ。次はお前じゃ。いや、それは遠慮願おう。その女はまだ使い道があるんだな。まずは、はじめましてと言うべきかな。あなたは何者？自己紹介は、そうだな、もう少し待ってもらおうか。どうせならみんなが揃っていた方がいい。どういうことじゃ。うちはサスケ。なるほどの。サスケはどこだ。わしが塵にした。なんだと。あれはわしの獲物だぞ。はずじゃったが、やつに邪魔されてしまってな。ん、誰だお前は。これで揃ったな。断蔵はいないが、まあいい。お前は誰だと言っている。質問に答えろ。だな。だが俺についてはもう予想がついてるだろう。やはりか。まさか本当に生きているとは驚きじゃぜ。そう、俺の名は内葉マダラ。お前たちにある話をするためにここまで来た。
話だと？ふん、暁の話などどうせろくなもんではない。理解はできん。少し落ち着け、雷影。聞くだけ聞いてそれからじゃぜ。さすがは土影、聞き分けがよくて助かるぞ。サスケ。お前はサスケを回復させておけ。俺も奴の時空間忍術か。では話をさせてもらおうか。俺の計画含めもろもろな。計画？そう、俺の計画、全てが俺と一つになる月の目計画だ。ん？一つになる？どういうことだ？陸道仙人、お前たちもその名は知ってるだろう。陸道仙人じゃと？あの忍びの祖と言われる伝説の忍びのことか？そうだ。かつて陸道仙人は世の者たちから神のように崇められていた。それはなぜか。彼は救ったのだ、とある化け物から、この世界をな。ガラ、お前もその化け物の一部が封印されていたに過ぎない。そいつは美獣全ての集合体、最強のチャクラを持つ存在。その名を十尾という。十尾だと？美獣は九尾までじゃないのか？違う。奴らは陸道仙人の手によって十尾のチャクラを九つに分散されたものだ。嫌な話の流れじゃぜ。だからお前らは美獣を集めていたのか？陸道仙人は十尾から世界を守るためある忍術を開発した。お前たちもよく知っているだろう。人中力の封印術システム、あれがそうだ。陸道仙人は封印術を使い十尾をその体内に封じ込めた。体内に封じ込めた？それって？その通りだ。陸道仙人は十尾の人中力だったのだ。人中力だった？陸道仙人が？お前が美獣を集め、その十尾の力を手に入れようとしているのは分かったが、そんな力を手に入れてどうする？十尾復活。そして俺は十尾の人中力となる。己の動力を巨大化させ、ある術を発動させるためにな。ある術？なんじゃそれは。一体何をするつもりじゃ？月に己の目を投影する大幻術、無限つくよに。地上に存在する全ての人間に幻術をかける。俺が全ての人間をコントロールし一つにする。わだかまりも争いもない平和な世界だ。全ての統一、それが俺の月の目計画。ふざけるな！お前などに世界は渡さん！幻の中の平和などごまかしだ。現実の世界で成し得てこそ意味がある。今のこの世に希望などない。それはお前たち五影が最も理解しているだろう。希望とは諦めに等しいものだ。それこそごまかしのセリフでしかない。こちらはすでにほとんどの美獣を集めた。もはやことは俺の思う通りに動いている。あとは2匹、8尾と9尾を差し出し俺の計画に協力しろ。さもなくば戦争になる。8尾だと？どういうことだ？ B はお前たちが。8尾の捕獲は失敗し逃げられた。あれこそ人中力として完璧な忍びだ。お前の弟だけある。あのアホンミ、これを機に外へ出て遊んでるのか。でどうする？お前たちの答えを聞こうか。渦巻きナルトは渡さない。もちろん弟も渡さん。俺には力はないが、これまでに集めた美獣の力がある。お前たちに勝ち目はないぞ。希望は捨てない。
いいだろう。第四次忍海大戦、ここに宣戦を布告する。貴様本気で言っておるのか。冗談でこんなことを言い出すほどバカではない。今度は戦場で会おう。はあ、さてどうしたもんかの。忍び連合軍を作るしかない。七体もの美獣の力に対抗するにはな。私もそれしかないと思います。雷影殿はいかがかな。弟は無事だったようだが、これ以上暁にダラダラと振り回されるわけにはいかん。忍び連合軍を作り、一気にケリをつける。木の葉はどうする。火影が逃げたままじゃぜ。断蔵は黒い噂が絶えん。今回の件でわしらの信用を失った。もはや木の葉内での立場も危ういだろう。いずれ失脚するはずだ。ならば忍び連合の話は信用できる木の葉の忍びに俺が伝えておく。誰だ。シャリンガンの畑カカシだ。あの男か。いいだろう、断蔵よりは信用できそうだ。雷影様、すぐにでもキラー B を探す手配をつけましょう。暁が8尾と9尾を狙っているなら、奴らも B を必要に追っているはずです。うん、すぐに捜索隊を編成して B を探し出すのだ。岩、霧、砂、木の葉にはキラー B の情報を提供する。それをもとに捜索チームを編成しすぐに動け。あとは9尾、渦巻きナルトか。ここに来る途中で畑カカシと九尾の人中力に会った。まだこの鉄の国にいるかもしれん。まずはこの国から探してみろ。了解した。マダラの月の目計画とやらを阻止するためには絶対に八尾と九尾を渡してはダメです。だから八尾と九尾をこちらの連合軍で隠しておくのがベストだと思われますが。いや、マダラの持つ七体の美獣が集まった力は想像もできん。そこでじゃあ、わしら忍び連合軍も八尾と九尾の美獣は戦力として計算した方がいいのではないか。それはダメだ。これは二人を守る戦争でもある。マダラが七体の美獣で戦争を仕掛けてくる理由、それは暁の現戦力でこちらの八尾と九尾を捕らえるのは難しいと考えているからだ。それに戦争で二人をおびき出すためかもしれない。わしも風影の意に同意だ。もしものことを考えれば、敵の前に八尾と九尾をおいそれと出すわけにはいかん。わかりました。それでは彼ら二人は保護拘束ということでどうです、土影様。うん、土影殿、まだ何か不安が。あのマダラの態度が気になってな。よほど自信があるように見えた。実際相手の戦力は未知数じゃぜ。そんな奴らを人中力なしにどう戦う。八尾と九尾を拘束し、忍び連合が二人を守ったところでその連合軍が全滅しては意味がない。だったら花から二人を参戦させ連合と協力戦を仕掛けた方が有利だと思うがの。それはどうかな。ん？今ここに世界初の忍び連合軍ができつつある。その力もまた未知数。マダラが七体の美獣を使用するにもリスクがある。そうでなければ交渉を持ちかけたりはしない。向こうにも不利な条件があるのでござろう。それにこの戦争、我々侍も参戦する。土影殿、これでもまだ心配事が終わりか。なら、あとはその連合軍を誰がまとめるかじゃぜ。その件については拙者的には雷影殿に任せてはと思っている。ほう。八尾は生きていると見て間違いない。雷影殿も前よりは冷静でいられるであろう。それに先ほどから皆をうまくまとめているし、対応策を出すのも早かった。そしてキーとなる八尾をコントロールできるのは雷影殿だけでござる。水影、風影はそれでええのか。
今はここで揉めている場合ではありません。私は雷影様を信じます。雷影に任せよう。両天秤の大の木、うちはマダラと唯一戦ったことのあるあんたの情報が必要だ。協力しろ。相変わらず命令口調で上から物を言うやつじゃぜ。じゃがこの戦争に負けるよりはマシじゃな。忍びの世がなくなればお前と喧嘩どころではないからの。いいだろう、協力してやる。これにて忍び連合軍結成。さあ忙しくなるでござる。